タスクコマいやー電車で爆睡してたら案の定寝過ごしてとんでもないところまで来ちゃったなまあせっかくだしちょっとだけ自然を味わってから帰ろうんなんだ止まれーーこの山はお主のような能力なき者にとっては危険すぎるいやそのごめんなさいたまたま歩いてたらここにたどり着いてほんと何もわからずに入っちゃったんです悪いことは言わん今すぐになるべく人がたくさんいるようなところまで走って逃げなさいバカなんだから悪いこと言ったなさもないと悪霊に取りつく えー、悪霊ってか逃げたいけどこんな山の中から走っていける距離にある人がたくさんいる場所ってどこよなんだお主まだ道の駅には行っておらんのか山から出て電車の駅と反対方向に進んだところに立派なのがあったじゃろう。あそんな近くに道の駅があるんですねじゃあそこに向かって走れば地元で採れた無農薬の野菜やこの土地にゆかりのあるものがたくさん売っておる中でも手作りジェラートは県外からも人が押し寄せるほどの人気でなあの分かりましたあと行ったら食べてみますんで本当にありがとうございますなんとそのジェラート屋のオーナーはわし <laughs> ね早く逃げさせて 今すぐに走って逃げろって言ったのそっちでしょああすまんすまん昨日も夜中まで新商品の開発をしておったからつい店を自慢したくなってだから目バッキバキなんですね販売は優秀なスタッフに任せておるからわしは昼間どんなに眠くても平気なんじゃさてとそろそろ本業に移るとするかのえそのジェラート屋さんが本業じゃないんですか何を言っておるわしの本業は見ての通り霊媒師じゃってことはお主悪霊に取り憑かれておるぞ、うん、悪霊 デフデフ,フあれ急に変な笑いがまさかこれも悪霊の仕業毒キノコを吐き出せ食ってねえよとにかく今お主にはとんでもない数の悪霊が取り付いてまるで土日のわしのジェラート山へみたいになっておるえ縦に並んでるの随分と律儀な悪霊たちですねこの山の悪霊たちは礼儀正しいただそれゆえに一体の悪霊が悪さをしてはまた次の悪霊へと連続でジャンルが異なるさまざまな災いがお主の身に降りか,かるんじゃよそして悪さを し終わった悪霊はまた列の後ろに並び直すアイドルの特展開システム、うん、ちなみにその災いっていうのは具体的にどんなことが起こるんですかそうじゃな例えば割り箸を袋から出す時に手に爪楊枝が刺さったりああ思ってたよりも軽いないやそれだけでは終わらんその袋から出した割り箸がうまく割れないこともあるあ今でもほぼそうだよそして命を落とす急に一体だ 悪霊出てきたまあすべてはお主の運次第じゃなもし不安だったら常に身を清めておけ少しはマシになるじゃろうその身を清める方法っていうのはとにかく砂糖をなめろデブかえ塩じゃなくてああそうそう塩わしの店のジェラートで塩ミルクというものがあってなもう何が甘くて何がしょっぱいんだか頭が混乱して本業は霊媒師なんだからそこはちゃんとしないと塩ミルクのジェラートを作ろうとしていたのにさらに砂糖を追加してクソ甘いジェラートを作ってしまったこともあっただからデブかってとにかく悪霊というものは付き合い 言い方さえ気をつけておけばあそこまで怖がる必要はないともに仲良く生きなさいあのさっきから悪霊と今後一生付き合っていくしかないみたいな話をずっとされてると思うんですけど除霊ってできないんですかまあやろうと思えばできるが霊媒師と一口に言っても仕事内容はみんなっていてわしにできることは霊の存在を確認することと霊の声を聞くことあとは除霊じゃんじゃあさっさと俺についてる悪霊たちも除霊してもらってもっとちゃんと待てこっちにも除霊できるタイミングというものがあるんじゃよこれ以上無 して行えば事態はさらに悪化して取り返しのつかないことになるぞ今はなんでそのタイミングじゃないんですか眠すぎて副業の影響出ちゃってるじゃん夜中に新商品の開発なんてしてるからそうじゃ新商品<え>こんなこともあろうかとジェラート屋の新メニューで除霊ドリンクというものを考えておったんじゃまだ試作段階ではあるがあれを飲めばお主に取り付いた悪霊度もいい

この物語の裏話や楽しいお話が盛りだくさんのドゥフラジオがサブチャンネルで公開中その他のおすすめ動画やチャンネル登録もよろしくお願いします最後までご視聴ありがとうございました